夏の雲はクジラみたいにもくもくと空の海を渡ってく。私はクジラの背に乗ってほろ酔いの波に揺れている。ゆらりゆらゆら夏クジラ。船戸ゆりえの日本酒足りてますか？はい、7月9日日曜日深夜0時になりました。こんばんは、声優の船戸ゆりえです。いやー、最近もめっぽう暑いですね。めっぽうって言うんですかね、今もう梅雨明けまでにはね、まあまだもう少しかかりそうですけど、皆さんお元気ですか？私はね、最近はもうこの間、まあちょっとね、すでに発表されてます、私のバースデーイベントに向けて、いろいろとマネージャーさんと一緒に企画を盛り上げようといろんなことを考えてますよ。まあね、ちょっとまだネタバレになっちゃうから細かいことは言えないんですけど、まあちょっとずつもしかしたら情報を解禁していけるかなって感じでね、ゲストさんとかもね、そう、何やるのかとかもね、すごい準備してるから楽しみにしててね。はい、ということで今夜のお酒なんですが、高知県の水芸酒造水芸純米大吟醸夏クジラ原酒をいただきます。わーい、夏クジラってほんと可愛いですよね。そう、水芸って、そうそうそう、第1回目の番組のね、この日本酒足りてますかの収録の時に飲んだんですよ。ただ本当に乾杯だけで、全然こうその水芸についてのなんか詳しいこととかは全然惚れてなかったので、今回はね、こう飲みながらなんかこの水芸の夏酒をね、いただいて、こういろいろレビューしていけたらと思います。楽しみ。それでは今宵も短い時間ではありますけど、私とのお酒にお付き合いください。船戸ゆりえの日本酒足りてますか？それでは水芸純米大吟醸夏クジラ原酒をいただいちゃいます。イエーイ、ワクワク。いや、もうラベル可愛くないですか？見て見て、クジラよし、ではでは、ペリペリと剥きます。しょほた、イエーイ。そして、お、いい音しました。口に、うん、で、おちょこに、綺麗な透明ですね。では、いただきます。おう、おいしい。いや、水芸はやっぱり飲みやすいですね。香りはちょっと控えめなんですけど、でもこうふわっとこうちょっとフレッシュな香りが感じられるような、うん、香りになってます。いや、いいですね。見た目もこう夏酒、なんか本当に涼やかで素敵です。あー、うん、まああとキレがいいですね。飲んだ後のクッと喉にくる感じ。うん、そうですね、結構このお酒パイナップルみたいって言われるみたいなんですけど、うん、確かにパイナップルとか、私はなんかキウイっぽいなって思いました。フルーツとの相性も絶対いいと思います。うん、おいしい。キラキラしてますね。めちゃめちゃキラキラ。そう、この水芸なんですけど、キャッチコピーにキラキラな酔い心地の夏酒っていう風にこうキャッチコピーがね、もうすでに、私いつも番組終わりにキャッチコピーつけてるんですけど、すでにキャッチコピーついてるんですよ。いや、こんな素敵なキャッチコピーついてて、私が一体それを上回れるのかっていうところもありますけど、いやー、でもほんとそうですね、キラキラしてます。いや、この公式さんのキャッチコピーは伊達じゃないですね。素晴らしい、ね、こちらなんですけど、酒米は銀風という北海道産の酒米を使ってまして、最近ね特に人気の酒米だそうです。じゃあちょっとせっかくだからつまみにもね合わせてみましょう。こちらにちょずっとあるお豆腐に鰹節を乗せた、いや素敵なさっぱりとしたおつまみがございます。お醤油かけちゃいますね。
そうそう、なんでカツオ節かというと、まあ、高知だけにカツオなんです。いや素晴らしい。いただきます。もうね、これでもかってぐらいふんだんにカツオ節かかってますよ。なんか、もう多分1パック丸々かかってるんじゃないかな。いっぱい。でも私カツオ節すごい好きだから、お家でもいっぱいかけちゃう。いやいいですね。ではでは、いただきます。うん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 、あ、合います。なんかさらにさっぱりする。お口の中がちょうどいい塩気というか、うんうん、日本の夏、うん、最高、美味しいですね。いやもう本当に水芸はあんまり日本酒飲まない方でも結構、あれ美味しいのなんだっけ高知のっていう風に出てくるぐらい有名で、私も結構日本酒好きになって初期段階で飲んだお酒ですね。うん、美味しい。はぁ、あ、ということでね、恒例になりますけど、私なりにこのお酒にキャッチフレーズをつけてみます。決めました。すすめゆらゆらくじら号。今夜もごちそうさまでした。私、声優船戸ゆりえ初のバースデーイベント、アミボチャンネルプレゼンツ船戸ゆりえバースデーイベント 2023FF フーニャファンタジーの開催が決定しました。日程は9月24日日曜日、会場は日本芸術専門学校三能ヒルズホールです。現在チケットピア、プレリザーブ選考受付中、ぜひ遊びに来てください。船戸ゆりえの日本酒足りてますか。はい、ということで今夜もあっという間に閉店のお時間です。いやー今ちょっとねないんですけど、絶対になんか小ネギとか生姜とか合わせたらもっともっと美味しくなると思うんですよね。ぜひちょっとこれを聞いてくれた皆さん試してみてください。絶対美味しいと思います。はい、ということでこの番組は皆さんと一緒に作っていく番組です。あなたの日本酒にまつわる思い出やおすすめの日本酒、日本酒にぴったりのおつまみなどなど、ほろ酔いメッセージをお待ちしております。メールは番組ホームページの投稿フォームから送ってください。そして公式ツイッターもあります。番組収録時の様子などここでしか見られない写真や動画をアップしているので、フォローよろしくお願いします。ハッシュタグは日本酒足りてますかです。日本酒は漢字で、足りてますかはひらがな。ぜひ番組の感想などもツイートしてください。そしてここでお知らせでーす。はい、アミボチャンネルプレゼンツ船戸ゆりえバースデーイベント 2023FF フーニャンファンタジーという私の誕生日イベントを、日本芸術専門学校三王ヒルズホールにて開催いたします。で、日付は9月24日でございます。現在プレリザーブ受付中、詳しくはツイッターをご確認ください。いやー嬉しいです、とっても楽しみです。ぜひ来てくださいね。そして来週のこの番組は長崎県のお酒ヒランヘブンをいただきます。ヒランヘブン、じゃあこれアルファベットなんですよ。かっこいいですね。初めてのお酒なので楽しみです。それではお別れのお時間です。また日曜深夜日本酒の時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は船戸ゆりえでした。あ、日本酒足りてますか？